ツイステッドワンダーランド。あ、アズールくんだ。ちょうど僕今この実況を撮る前にスーパーでお買い物してきたんですけど、てかその前にあの鬼滅の刃の映画ついに見たんですけど、ガチで10回泣きました。本当にちょうど10回泣きました。でその後スーパーで買い物行って、ちょうどツイステのラバーストラップと、あとなんかミニキャンバスアートみたいなのがあって買ったんですけど、ラバーストラップ1個買ってアズールくんでした。ちなみにミニキャンバスアートは9種類ある中で、僕見事に一番推しがいるイデア君がいるイグニハイドリオンのが当たりました。イエーイ、ほっぺ拍手。ということで、どうも皆さん、ヨサロー影丸と申します。ディズニーツイステッドワンダーランド今日も遊んでいくんですけれども、今日はですね、ちょうど第3章がね、ストーリーの実況が終わったところで、第4章からと思わせておいて、今日は別のことでございます。こちら、第2回 NRC 統一試験というですね、ちょっと僕の知らないイベントが来ていたので、ちょっと、まあ、全部見せれるかわかんないんだけど、どんなイベントなのかわかんないので、ちょっと触りだけでも数分遊ぶところをちょっと動画にしようかなと思います。初見の反応よかったら楽しんでください。第2回なんだね。第1回を僕は知らないんですけど、やってなかったから。 NRC 統一試験、1、5種類のバトルが開催。2、ハイスコアを目指して1日10回バトルに挑戦。10回。3、ランクに応じて勲章やクローリーメダルを獲得。クローリーメダル、4、限定ショップでクルーウェルのボイスを交換。あ、クルーウェル先生なんだ。なんか俺がツイッターで見た画像だと、クローリーさんの限定ボイスみたいなのが書いてあったんだけど、第1回がクローリーさんだったのかなってことは。じゃあクローリーメダルではなくない、今回は。統一試験では5種類、火、水、木、無、禅のバトルが開催され、ハイスコアの合計で到達ランクが決まります。バトルは1日10回まで、科目ごとに異なる属性やテスト形式。はぁ、テストがしかも違うんだ。バトルごとの報酬ではクローリーメダルを獲得できます。また最終結果では、到達ランクに応じた報酬や勲章が授与されます。勲章ってあれか、なんだっけ、称号と一緒に使えるやつか。あ、第2回統一試験 SSS。 うわ、トリプル S とかあんの、絶対無理なんだけど。集めたクローリーメダルはショップで限定ボイスでその他集め、アイテムと交換することができますと。サポートカードにフレンドを選択することでクローリーメダルの獲得数がアップします。なるほど、フレンドも重要なんだ。いつも通り行きましょう。いつも通り行きましょう。報酬一覧あるよ。お、あー、なるほど。ランクによってクローリーメダルがもらえるんだ。SSS が最高なんだね。11万1スコア。1がちょっとなんか気持ち悪いけど。なるほど。D とか C とか、まあ、せめて B ぐらいまで行きたいけどね。難しいんでしょうか。それちょっと交換できるショップ見てみていいですか。準備はよろしいですか。はい、先生。学園長。いや、あ、これだ。いらっしゃい。ご機嫌いい。クルーウェルのボイス3種セットが1。4種セットが2。で、3種セット3つ目。で、4種セットも4。はぁ、4種類あるんだ。全部欲しい。60、40、60、40か。え、200必要だ、これだけで。あ、マジカルキーセット。カード育成。あ、強化系すげえ助かるんだけど、授業セット。え、全部欲しい。1000枚ぐらいメダル欲しいな。500とか。じゃあちょっと試しにやってみましょうか。じゃあ科目1。試験を始めますよ。はい。じゃあ、非属性から。あ、サポートカードを選んでください。わかんないけど、じゃあ、一番上の、あ、でもなんかせっかくなら、じゃあ、あ、いたいたいた。この水、ダブル水である。このアズールくんのね、ちょっとラバーストラップ当たったんで、この彼をちょっとじゃあ設定しましょうか。で、編成。編成はまあ、でもやっぱ水属性重視でいいんじゃないか。僕の場合だと、ビル様、トレイくん、ジェイドくん、イデアくんか。イデアくんもうちょっとレベル上げときゃよかったな。ただちょっと俺もうすぐさ、ちょうど今この動画上がってるのが12月14日だと思うんですけど、もう4日後にイデアくんの誕生日迫ってて、おめかしバースデーが来るので、ちょっとそれのためにね、ちょっと、育成アイテムを温存してるんですよ。そのためにちょっと、申し訳ないんですが、ちょっと弱いかも。まあ、行ってみましょう。で、とりあえずノーマル行ってみようか。ノーマルぐらいならギリ勝てるんじゃないかな。ちょっとイデアくんが若干レベル低いけど、どうだろう。楽しみですね。いいね。この科学実験服のイデア君いいな。さあ、どんなもんじゃい。あ、でも向こう3万9000か。なるほど、結構いけるかもしれない。あ、意外といけるぞ。てか、このサポートラーアズール君がめちゃくそ強くない？めちゃくそ無限湧きじゃない？めちゃめちゃめちゃ無限湧きじゃない？
忠告したとき現実からログオフじゃない。それアルファさんのあれだ、音ゲーの曲になりたいやつだ。よろしいですか。これいけそうじゃない。さあテレサ様、俺常に皆さんあのレベル80とテレサ上限解放しないマックスまで行ったんですよ。俺初めてのマックスなんですよこれ。 SSR で褒めて褒めてほしい。コメントで褒めてください。ここまで見てくれてる方いたら。お安くしてるんですよ。え、今のアズール君のさ回復えぐくなかったよ。4000ぐらい回復しなかった。4000、やばすぎ。それはやばすぎだって。やばすぎた。友和これ普通にいけそうですね。サポートカードが強すぎて。てか普通に削り切るんじゃない。あ、削り切ったわ。やった、イエーイ。当然の結果ね。あんたと私じゃ格が違う。素晴らしい。私感激のあまり涙が涙が、あ、クロリメダル4。え、これで F なの？マジかよ。あ、でもそうか、トータルで結局決まるんだもんな。1個5000取れたとしたら、5個25で2万5000でしょ？ 2万5000だったら、あ、でも D までしかいけない。なんか僕の得意な科目あるんですかね。さあ、じゃあちょっと水属性なので、ここはダブルキでいきたいところですけど、あ、いた。ダブルキと言ったらやっぱり彼、レオナ君の SSR ですよね。僕もですね、彼は所有しているので、はい。あ、やはりレオナ君が選出される。あ、みんななんか57以上。これ結構強いんじゃないですか？ちょっと難易度難しい、行ってみてもいいですか？ハードな方。もしかしたら取れるかもしれません。で、1日10回挑戦できるみたいなんで、力と牙以外。まあ、もし1回ずつやって、ちょっとあ、ダメだったなと思ったりとか、あ、ちょっと余裕で勝っちゃったなってなったら、難易度上げて1日に2回ずつそれぞれ獲得できますね。1回目で手応えあれば他にも回せるし。ただ思ったのは、これ、あれっていうか、あれじゃない？あの上のゲージがないですね。あれもしかしてハードだと上のゲージないの？結構削れてるけど、ただ向こうの体力がこっちの倍ぐらいあるんで、どうでしょう、結構削れてる方ではあるけど、あ、いけるんじゃない、ハードもしかして。意外と。こっちのカードがなかなか育って平均的に使ってるからっていうのもあるかもしれないけど、かなり攻撃嫌わせられてる気がする。リル様とかレオナ君はね、確かね、バディとかのために、あとなんだっけ、デュオ技、デュオ魔法のために結構魔法レベル負けてあるから、その分強いのかもしれない。あ、いけそういけそう、削り切れそう。急に食らった、やばい。あ、負けるかも、さすがに。はいはい、次先手後手じゃない、やばくない。あ、やばいかも。あ、いや、いけないかも。あ、やばい。あ、惜しい。見くびるなよ、愚か者め、愚か者め。え、惜しいんだけど、うん、いけそうだったな。もう少し特訓の必要がありそうですね。でも一応4000はいくんですね。はあ、なるほど、これ面白いな。さて、え、どうしようかな。じゃあちょっと多分ね、僕全属性が一番得意な気がするんですよ。僕のこのなんていうの、この持ってるカード的に結構雑多なので。無属性も入ってるジャミル君にしてみる。この一番上に来てるし、じゃあこのジャミル君一緒に来てもらいましょうか。さて、そしたらじゃあ僕はもう完全バランス型指定なしのお任せでいってみましょう。ビル様、トレイ君、エース君、レオナ君。結構うちのパーティーはあれですね、木が多い感じありますね、草が。よし、これでいってみましょう。さあ、じゃあちょっとハードいってみる。ちょっと調子乗って、まあ、言ってもハードの方がなんだかんだ、まあ勝った時にスコアが高いからもらえる多分コインも増えるだろうし、メダルか。ちょっとやってみましょう。行こうか。7万2000と HP はやはり高いですね。受けてた、いた、いた。はい、さあどうだ。いや、でも結構削り的には大きいけど、こっちやっぱりタイプ相性とかその辺で結構来てる気はするな。大丈夫か。まだまだ。いや、結構食らってる気がする。属性がちょっとあれだね、合ってないですね。あ、いたよ。いよいよいよ、痛そうだよ。面白そうだ。任せとけ。てかあれだな、コンピューターに任せるとデュオ魔法とか発動してくんねえのか。普通に負けそうな気がするな。そうか、コンピューターに任せてるともうまぐれですもんね、完全に。しまった、自分で操作すればよかった。俺も、でもここまで来たらちょっともう自分で操作とか言ってられないので、普通に削り切られる気がする。かわせる。やっぱ視聴者さんのジャミル強えな、アホみたいに強い。でも普通にちょっと俺のパーティーが弱くて負けてしまいそうです。なんてね。いや、ちょっとこの子たちにちょっと恥をかかせてしまったのは申し訳ない。非常に心苦しい。縁柱として、よもやよもやだ。
うまい、倒してこい、うまい、うまい、うまい、よもや、よもやだ。少し特訓の必要がありそうですね。いや、これはよもや案件ですね。いや、あまりいけなかった。しかしこの時点で、あ、でもコインもう10溜まってる。いけるもんですね。はあ、なるほどね。なんとなく分かってきました。え、じゃあラスト、じゃあ貴族生を、火、ダブル火、あ、そうか、マリウスくんのスキャリードレスもそうなのか。でもどうせならやはりリリアくんが一番火、ダブル火で来ていますね。一番強いので、じゃあちょっとこの方のリドルくんちょっとお借りしましょう。では、これ最後にしましょう、今回の動画で。じゃあ火で貯めてきて、うちの火結構強くない？一人ちょっと SSR 入っちゃってるけど、さあじゃあちょっと、おごらずにノーマルで行きましょうか。ちょっと、調子乗ってノーマル行ってボコボコにされたんで、一旦ちょっとあ、ノーマルじゃねえ。ハード行って、めちゃめちゃボコボコにされたんで、ちょっとノーマルで様子見ましょうか、ちゃんと。すんません。さあ見てなさい。さあ見てなさい。感謝なさい。少しムカムカ。いやでも今日はそのミニキャンバスハードみたいなの買ってさ、まさか、いや俺もさ、なんか、ユニハイド出ないかななんて思いながら開封したら、本当にそうだったの。1個しか買ってないから、めちゃめちゃ嬉しかったわ。オルト君とイデア君が見てんの。これはなんか、どっか机に飾ろうかなと思います。なんか、ラバーストロップとか結構なんか、視聴者さんとかもいただいてて、可愛いのすごいいっぱいもらってるので、結構ね、飾ってます。ただ、ちゃんと飾るなんか、フィギュア棚みたいなのが欲しいなと思って。恨まないで。最近なんか、すごいフィギュアとかちょっと欲があって、そんな高いもの買い物はできないんですけど、ほどほどになんか、もともと家にあるフィギュアとかも飾りたいので、なんかクリアケース、3段、4段のやつ買おうかななんてちょっと考えてます。投稿を推奨する。お前、投稿を推奨する。さあ、さあ、それ。さあ、勝ちました。よし、ノーマルだったら全然生きるようになりましたね。とりあえずノーマルで全部盾、全盾、5盾して、ステージが違う。で、ちょっと、イデア君来たらレベル上げて、あれかな？ハードにも挑戦する感じかな？ここまでやるとは。ノーマルだったら6000いけるんだ。6530。とりあえず3万で D ランクまではいけるかもしれませんね。なるほど。いや、しかしこれは、ちょっと、あ、C か3万は。3万までだったらいけそうだな。4万の壁高そうだな。でも3万の時点でクローリーメダル300っていう結構いい感じなので。でもどうせならさ、この称号 SSS 欲しいよな。12月21日までとちょっとこう、幅は空いてるので、ちょっとその間にイデア君の SSR、おめかしバースデーも当てて、最大までレベル上げて、ちょっと挑戦したりもしようかなと思います。うちのメンバーのね、レベルの底上げとか、魔法レベルがね、全然上がってないので、クローリーメダルをね、並行して集めつつ、魔法強化セット買ってさらに底上げしていこうかなと思います。ということで、次おそらく上がるツイステの動画は12月18日、イディア君の誕生日の、あ、違うか。誕生日のガチャって1日前くらいから始まるんだっけ？わかんないけど、多分初日に絶対、がっつり出るまで回してあげると思うので、出るまで、というか、まあ、出るのかわかりませんが、ぜひとも皆さん動画お楽しみに。ということで、それまで、面白かったらチャンネル登録、コメントや高評価、Twitter や Instagram のフォローもお願いいたします。メンバーシップやグッズ販売も行っておりますので、よかったら確認してみてください。さあ、始まりました。第2回 NRC 統一試験。いつも通り行きましょう。いつも通り行きましょう。ということで、皆さんもぜひ挑戦してみてください。またお会いしましょう。バイバーイ。チャンネル登録よかったらお願いね。バイバーイ。